クラッシュ95プレリミナリーファイトの第1試合です。画面左が桑田優太、画面右が藤田克樹です。肘はありません。前腕もダメですね。東京水道橋後楽園ホールからお送りしてまいります。蹴り足を蹴今日で10周年全部反則です、ね、じゃあお互い積極的にクリーンファイトお願いします。グローブを合わせてグローブを合わせました。プレリミナリーファイトは3分3ラウンド延長なしのルールで行われます。1ラウンド中3回のダウンで TKO となる3ノックダウンシステムです。解説は格闘技ライターの中村匠さんとお送りしていきます。中村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ画面右赤のグローブをはめているのが桑田優太、ローキック払っていきました。今サウスポーにスイッチしてオーソドックスに戻しました。青のグローブ藤田和樹です。さあ10周年まずはプレリミナリーファイトいい形で入ってほしいですね。中村さん、そうですね、まあ、2人ともバンタム級らしいこうスピード感あふれてこう手数の多いファイターなので、はい、あのすごくこう見応えのある試合になるんじゃないかと思いますね。画面右の藤田は今日がプロデビュー戦です。対する桑田優太の方はプロ5戦目、少し離れた距離となっています。ジャブリードジャブが交錯しました。前に入っていく桑田優太、前蹴りで足を伸ばしていきます。空手経験がある桑田、対する藤田の方は高校1年生の頃からキックルールに対応しています。左フックからローキック、ちょっと桑田の方がテンポいいですかね。中村さん、そうです、まあ、桑田選手の方がこう攻撃のバランスがいいので、はい、まあ、パンチだけじゃなくてパンチからローキックまでつなげているというところでこうテンポよく、まあ、見えますよね。まずこのプロデビューの試合藤田の方緊張もあるでしょうが自分の形で作っていきたいところです。桑田このローキックしっかり払っていく、ジャブに対して左フックを放っていった藤田、それに対して右返す、そして左のフックは桑田、ローキックの構えだけ。第1ラウンド半分が経過しています。青のグローブ藤田、左フックに自信があると語っています。左のジャブ伸ばすのは桑田です。あ、でも藤田選手もこうどんどんあの時間経ってきて、はい、蹴りも蹴るようになってきて、まあ、ちょっとこうほぐれてきたんじゃないですかね、動きが。うん、徐々にその硬さというのは取れていって、はい、冷静に対応できるか。左フックちょっと後ろに下がりました藤田。桑田はこのまま圧力強められるか。桑田左のフックいいですね。そうですね、しっかりこういろいろ攻撃を、ね、そしてローキック中で左を狙っていますね。そしてこのローキックも連打していく桑田です。藤田も左のインロー前に出ていく藤田ですが、ワンツー桑田は下がりながら、ちょっと桑田の方が懐深いような印象もあります。そしてローキック、桑田は必ず終わり際にローキック放っていきますね。そうですね、あとは左のジャブと今も出した左の前蹴り、これでしっかりこう自分の距離を取っているところがいいですね。やはり距離は桑田が支配していますか。まあ、そこまで、ね、こう完全にペースを取っているというところではないと思うんですけど、こう、まあ、うまくこう間に、そういった技を入れているなという印象はありますね。なるほど、残り10秒切りました。プレリミアリーファイトの第1試合です。第1ラウンド右ハイキックを放ったところで第1ラウンド終了です。10周年のクラッシュ95東京水道橋の後楽園ホールからお送りしています。プレリミナリーファイトの第1試合桑田優太対藤田和樹の一戦、こちらが藤田です。現在第1ラウンドが終了しています。まだ両者ダウンはありません。セコンドセコンドラウンド2。さあ第2ラウンドが始まりました。前に出ていくのは桑田の方です。インドここは2ラウンドでも使ってくるか藤田和樹。中村さん、第2ラウンドどんなところ鍵になってきそうですかね。そうですね、まあ、ここからどんどん、ね、お互いこう差をつけるような
展開だったり攻防が増えてくると思うので、はい、もっとこうダメージを与えるような攻撃とかさらにこうもう一個踏み込んだ攻撃っていうのが、まあ、お互いこう求められるかなという気がします。その積極性、前に出ていく姿勢、藤田少し今ジャブで前に出ていくような形となりました。青のグローブ藤田の方ですが、プロデビューにしてこれ体はしっかりしてますね。中村さん、そうですね、あの藤田選手もね、あの K1 のアマチュア大会に出てて、はい、さあ右腹を押さするぞ。どうだ、徐々にボルテージが上がってきたか。歯を食いしばるようにマウスピースが見えている藤田。藤田の方もかなりエンジンかかってきましたね。そうですね、まあその、うん、アマチュアの試合の時からすごくこうパンチが良くてアグレッシブな印象が、なんかいい選手だなっていう風に思った記憶もあるので、はい、まあすごくこう、おう、さあしかし打たれても前に出ていく藤田です。もらって気も強いですね藤田。そうですね、あんまりこうね、デビュー戦っていう感じの動きの中硬いっていうのはあんまり見られないかなと思いますね。桑田の方も K1 カレッジそして K1 チャレンジと優勝してプロの舞台に上がってきています。ただここまで4戦して1勝、やはりプロの壁にぶつかっているというのがこの桑田の方かもしれません。やはりもう一度自信を取り戻したいところ。左の前蹴りで入ってくる藤田はデビュー戦気の強さ、思い出に残るデビュー戦として勝利で飾りたいところです。さあ第2ラウンドは残り1分少々、左のボディ、これに対して桑田も返します。ローキックは桑田、そのローキックに対して前にワンツーパンチ入っていった藤田、どうでしょう第2ラウンドここまでどうご覧になってますか中村さん。まだどちらかがすごくこうペース取ったっていう感じはまあないので、そうですね、まだ拮抗してる展開ですね。あとやっぱこう2人ともこうスタイルが結構似てるんで、はい、こう差につきにくいというか、今はここまではこうすごく噛み、今の左フック両者得意としています。噛み合ってる攻防がずっと続いてるって感じですかね。前蹴りも放って距離を取りますが前に出てくる藤田、第2ラウンドかなりこの藤田が前に出てくる時間が増えてきました。そうですね、藤田さん、はい、今左のジャブちょっと顎が浮いた桑田です。まあ、パンチの回転力というか、そういったところでは藤田選手が少し勝っていて、こういう長い蹴りも使いながらの攻防では桑田選手の方が少し、あ、右のストレートいいかなっていう感じですよね。そうですね、さあ第2ラウンドも残り10秒切っています。ここでゴングが鳴りました。第2ラウンド終了です。さあ第2ラウンド終了しました。まだ大きな差というのはまだ見られませんね中村さん。そうですね、まあ、終盤ちょっと藤田選手のパンチがこう当たってちょっと桑田選手がバランスというかね、こう後方に下がっている場面があったかなぐらいはありましたけど、まあまあ3ラウンドがやっぱ勝負じゃないですかね。両者左フックがいい、そして両者スピードもある、非常におっしゃった通り似通っていて、ね、かなり噛み合いが本当に、はい、いい試合となっております。なのでこう自分の、ね、長所というかいいところが3ラウンドでどう出るかかなという気がしますね、はい、その長所どこが差となってくるか。第3ラウンドこちらはプロデビュー戦の藤田です。まあ、藤田選手としてはもっとどんどん距離詰めてその連打に巻き込みたいところでしょうね。ラウンド3さあ第3ラウンドゴングが鳴りました。表情少し桑田の方が顔赤くなっているようにも見えました。ここまで両者ダウンはまだありません。さあローキックそして左のフック、両者いいボディと上のパンチ散らしていくのは藤田の方です。左のフック、得意のフック、桑田の顔面捉えました青のグローブ藤田。さあ対する桑田、このローキック第1ラウンドかなり有効に使っていました。第2ラウンドは少し減った印象です。両者差をつける部分どこに見出していくか。前蹴りは桑田、細かくステップを使っています。画面手前の桑田、画面左に移っていきました。藤田も前蹴り見せる、ああ入っていく、見せていなかった動き見せてきましたね。そうですね、まあ、ただ桑田選手もね、こうかなりこう自分が圧力かけて出てくるようになってきたんで、はいはい、ここからどう展開が変わるか。左のジャブ伸ばしたのは桑田の方です。赤のグローブ、前蹴りがいい、ワンツーで入りますがしっかりガードは藤田。
プロ5戦目の桑田に対してプロデビューの藤田は堂々と戦っています。さあ1分20秒が経過しました。第3ラウンドです。ワンツーからローキック、それにワンツーを合わせたのは藤田。かなり蹴りに合わせるパンチ藤田狙ってますね。そうですね、藤田選手の方が前に出てくるかなと思ったんですけど、はい、このラウンド逆に藤田選手の方が足使ってジャブついてっていう展開になってますね。持ち前のスピードという点、徐々に差をつけることができるでしょうか。対する桑田も直線的に入ってきます。しかし藤田のジャブ、そして右のパンチ、進行を食い止めました。それでも前に出る桑田、ローキック、ちょっと足がグラッとしました。第1ラウンドから使っているローキック、あなたにダメージですね。そうですね、桑田選手もね、決してパッチをもらってますけど、別に打ち負けてるわけでもないですからね、はいはい、お膝も使ってきます桑田。セコンドからハマという声が聞こえました。右のフック顔面へ、右のストレートは桑田。さあ桑田も前に出てくる圧力強まってきました、はい、藤田選手はボディからの右の顔面のフックがいいですし、桑田選手も、ね、右のストレートもいいんで、はい、左フックからコンビネーション、ローで締める桑田です、はい、さあ第3ラウンド30秒切ってきた。プロデビューかかるか藤田、桑田久しぶりの勝利を挙げたい。右のフック大振りを藤田、青のグローブ。さあストレート前に出ます藤田、前蹴り距離を取ってワンツー桑田、残り10秒です。決着をつけ切ることができるか、差を見せられるか。桑田も前に出る、ハイキックで顔面当たったが、それでも前に出ます藤田。最後両者打ち合ったところで第3ラウンド終了、判定に入ります。さあ解説の中村さん、どこで差を見出すかという、そうですね、かなり拮抗した試合になりましたね、はい、3ラウンドは3ラウンドもですね、そうですね、やっぱりお互い譲らずというか、僕はそういう展開に見えたんで、どうねポイントがついているかですね。ローでローキックで少し足がグラッとなるシーンもあった藤田、パンチをコツコツと第3ラウンド中心に当てていきました藤田です。そのあたりがどう分かれ目となってくるか、引き分けありのルールで行われるプレリミナリーファイトの第1試合です。これから判定の結果が伝えられます。クラッシュ10周年の大会の第1試合、バンタム級の一戦です。プロデビューの藤田が画面右、そして桑田、判定結果をお知らせいたします。戻ります、判定です。ジャッジ梅田30対30ドロー、1人目ドロー。ジャッジ岡田30対29、青藤田、1人目、2人目、藤田。ジャッジ山根30対29、青藤田。藤田に票が入りました。2対0をもちまして勝者、青コーナー藤田和樹。ジャッジ2人は藤田を支持、藤田和樹20歳、クラッシュ10周年の大会でプロデビュー、初白星を飾りました。中村さん、藤田でしたね、はい、そうですね、まあ、パンチの印象が良かったかなっていう、結果見て差がどこに当たるのかなと考えると、そういうところだったかなと思いますね。両者の動き非常に噛み合った、はい、しまった試合になりました、はい、桑田選手も、ね、決して、ね、そんなにこう、ね、悪かったわけでもないので、また、ね、ここから、ね、復帰してほしいなと思いますね、はい、藤田和樹嬉しいプロ初勝利です。